ございます。コパールです。今日はね、群馬県の妙義山に登っていこうと思います。本当は富士山がどうしても見たくて、三つ峠山とか、あと大菩薩霊とか、あとは丹沢とかね、その辺に行きたいなと思ったんですけど、なんか天気予報を見ると風速20メーターとかめちゃくちゃ風が強くて、登山指数が E とか ABCDE とか ABCD とかすごく悪くて、天気は今んとこ晴れてるんですけど、まあ、晴れマークは出てるんだけど風がすごく強いっていうことで、ちょっと断念してどっかいいとこないかななんて探してたら、妙義山が登山指数 B っていうことだったんで、妙義山に急遽決めました。で、妙義山っていうとかなり鎖場とかね、岩場とかっていう印象が強くて、まあなかなか怖い山かなと思うんで、ちょっと気をつけていきたいと思います。妙義山のすぐ麓に道の駅妙義っていうところがあって、大きい駐車場があるんですけど、登山者用駐車場下にありますみたいな看板があって、登山者の駐車場はちょっと降りたところにあります。で、そこに車止めて今とりあえず道の駅妙義の方に行ってます。ほんのちょっと階段少し登れば道の駅妙義、時期としてはすごい紅葉がめちゃくちゃ綺麗、一番いい時かもしれない。あー、いい天気。まずはね、妙義神社かな。You say that I don't care about you, but not anymore. 乳首の癖がすごいな。All you wanna do is fight.妙義山ってこの金堂山とか白雲山とかひっくるめて妙義山っていうらしくて、で、一番高いところがこの白雲山相馬岳の1104メーターなんですけど、まあ、今日ピークハントじゃなくて、ハイキングっていう感じでぐるっと回っていきたいと思います。じゃあ今ここ妙義神社の脇から出発、第一見晴らしまで15分行っていきたいと思います。ああ、紅葉きれい。結構なだらかに上がっていく感じ、木段というか木の階段が今のところずっと続いてて、遊歩道みたくなってます。まあ、綺麗。先約30メートル空間落石に注意、速やかに通過してください。あ、これも落石なのかな。メニュー話からする。
めっちゃ立派な階段だ。降りるんかい。はい、じゃあちょっとね、樽脇沢コース行ってみたいと思います。でも明らかにさっきの関東ふれあいなんとかよりは明らかに違うんですよ。まあ無理せずダメなら引き返す感じで行きたいと思います。めっちゃ怖かった。